はい、次の神社着きました。熊出ませんように。あっちに止めてもよかったかな。うん、うん、止めて大丈夫なのかなこれ。ええな。はい、行きますよ。はい、行きますよ。ぶーちゃん、ここは何神社？川上神社。三水の川。うん、三水の川。川上神社です。何だっけ、兵庫県高郡高町の川上神社です。ちょっとね、気温が上がってきたな。うん、暑い暑い暑い、うん、暑い暑い暑い。よいしょ。苔がいっぱいで、いいやん。あ、ここに駐車場、これがここに、うん、止めてくださいということなのかな。なんか不自然なスペースやん。ここ、うん、あ、頭痛。頭にあるやん、神社来たら頭痛いって。うん。川上神社です。頭痛。心を洗うんですって。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。こちらこそどうぞ、ありがとうございます。心洗うやって。たまに書いてるね。あ、そう、心洗うなんか、洗う心なんか、心洗うなんかな、洗う心なんかね。あ、お腹空いてきた。朝食べてへんの？うん、食べてない。あ、いいね。ここ木やねんな。木上に乗っけとんねんな。うん、すごっ。へえ。木の散歩。うん、うん、よいしょ。この苔だらけの、ええやん。雨の日にめっちゃ滑りそう。うん、ええやん。素敵ですやん、うん、素敵ですやんか。お掃除してるんですよって、お掃除してるんですよって、お掃除してくださいって言ってる。わおわお、かーや。別にこの掃除はせんでええんやけど、うん、これお掃除してくださいって木が言っと、うん、言っと。風でまた飛んでいくやん、これピューって、うん、こんなんもう、うん、突風が吹いたら、うん、そんなついでにこうやってほら吐かれるやん、ピューって、うん、お掃除してるんですよって、うん、よいしょ。あれ知っとう、うん、風ってなんか心地いい風が吹いたら、うん、うわ神様が歓迎してくれたとかって言っとうやん、みんな、うん、神社こうやって入ってきて、うわーふわーって神様が歓迎してくれたわーって、うん、あれな、気持ちいい心地いいやつは歓迎やけど、うん、うわここよけ神様んな。うん、結構強い風あるやん、ブワーって、うん、髪の毛が乱れるぐらいのやつ、うん、あれはな、神様、風の神様が浄化中やね、うん、浄化中やから、うん、突風は、空気吸い込まへん方がええねん。あ、そうなの、うん、ちっちゃく息しといた方が。なんかハンカチ持ってる人はハンカチで手で押さえた方がええな。あれ、邪気がブワーって、うん、入ってくるから。あ、すごい。変わっと。なんか初めて見たタイプね。すごい。のけぞってるよ。こんなん初めて見たな。うん。もうちょっと前のめりやね、いつも。うん、こっち口開いとんな、うん、こっちは口閉じとんのにな、こっちも両方や、両方口開いとんな、うん、どっちかやねん。何の、へえ、いや、こんなん、あれちゃん、みんなはそんな初めてやってる人多いんじゃん、うん、こういうタイプ、うん、形も全く一緒か、全く一緒やな。そうですよね。
すごい。へー、初めて見た。本にするの忘れとったんかな。いや違うやろ。なんかの意図があるんちゃう。か下の字は違うか。下の字は。そうやね。うん。下は違うね。へえ。よいしょ。神様いっぱいやなここ。何人ぐらいいる？うん。まあ神社の神様じゃないけど八百万さんがぶわーっと、うん、おる。なんかちっこい丸っこい白い神様がいっぱいおる。八百万さん、ちょっとのけずりすぎやな。なんかちょっと外国っぽいな。なあ、空を眺めてるっていうことなんかな。うん、なんか外国っぽいな。すごい、こんなん初めてや。うん。はい、こんにちは、神様。来ましたよ。こんにちは。こんにちは。わぁ、立派な絵いっぱい飾っと。はい、あれやね。うん。うん、最近やな、うん、最近交換したんかな。よいしょ。あら、神様かっこいい帽子かぶってどないしたん。ちゃんと烏帽子かぶらんとあかんよ。烏帽子かぶりなさい神様。よいしょ。カニさんの帽子かぶっと。カニさんカニどんな？うん、カニの帽子、さかなクンみたいな、ああいうやつのカニバージョンの。ちゃんと烏帽子かぶりなさい、神様。カニでもいいけど、あかんの。うん、あかんか。あかんのや。いや、あかんか。制服やもん。烏帽子が。ちゃんと着なあかんの？そうやで。制服着て出勤するんやで。会社員もリクルートスーツ着て出勤するやん。うん。でも、あれやんか。なんか、花柄のジャケットを着ていったら、社長にダメですよって言われるやん。うん、花柄はちょっと君って、ダメですよって。うん？あら。もう、ボロボロや。だから海にしてるんかな。うん。上、そのまま残してあげてるんやな。うん、ボロボロは映らへんかな。映ってる。映っとうかな、うん。なんかボロボロっぽさが。うん。離れた。へえ。そのまんま、ボロボロはそのまんま残して上に屋根をこさえてあげました。素晴らしいです。良さを残すって素晴らしいです。うん、神様後ろ隠れた。隠れた神様、逃げた。逃げた神様。逃げました。なんで？恥ずかしい。緊張しと。うん、お神様。ちょっと、可愛らしいおひげの伸ばし方して、鼻の下だけ、なんかわかるかな？普通のひげじゃなくて、持ってて。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。よいしょ。こういうひげあるやん。うん。ハチみたい。うん、ハチの字の。うん。そういう神様が。うわ、ぶちゃ、ちょ。そういう神様がずっと今逃げと。逃げてる。うん、緊張しとるから。ぶちゃ、ちょっと待って。何を興奮してんの、そんなに。なんかまだ匂いするの。うん。あ、なんか、ハチ追いかけてきとったやん。うん。まだあれ、動画。お届けしてないけど、でもまあこの動画お届けする頃にはもうあの動画は更新されるけど、昨日配信やっとったやん、うん、メンバーで、うん、で蜂の話になって、うん、で、あ、僕も神社行って、あのすごい、あの
何聞いたった蜂が追いかけてきたわっていう話しとったら、うん、なんか秋の季節は蜂が引っ越しする時期やから聞いたっとんやって、うん、あ、そうなんや、うん、だからやって、へー、秋は気ぃつけなあかんな、うん、なんか、うん、聞いたっとんやって、うん、だからや、だから、特にこの子らのこと襲ってきたやん、うん、蜂が車のドアのとこまで、うん、だからあれちゃう、なんか蜂、やっぱ蜂蜜とか、うん、なんか動物臭がきついから、うん、なんか襲ってくるんちゃうやろなみたいな感じで捕らえると思ったんかな、うん、何か巣壊してくるんちゃうやろなとか思われたのやろな多分、うん、僕たちよりも匂いきついや、動物の匂いが、うん、なんかこの子らのこと追いかけとったやん、そうやね、うん、皆さんも気をつけてください。結構追いかけてきたよ、ね、うん、ずっとしつこかったもんな。秋の蜂さんは お引っ越しだそうです。だから気が立ってるそうですよ。皆さん気をつけてください。いろんなこと教えてくれるね。うんうん。何でも嫉妬は。うん。何でも何でも。あ、こんにちは、キーさん。どうも。え、ほんまか？ん、人間の言葉喋れるって、キーはキーの言葉なん、あ、この、うん、この子は日本語を勉強してないな、ちょっと今 あっちの言葉で会話しとったけど、そらさんは分かる、分かる、あっちの言葉、ほんまか こんにちはってあるやん、うん、こんにちハーゲンダッツやってこんにちハーゲンダッツって、ハーゲンダッツ知ってるもん、うんうん、知っとん、いや食べたことないやろうけども、うん、でもこんにちハーの、うん、ハーはこんにちはやで、うん、こんにちはや間違えとおで、こんにちハーゲンダッツって、でもこんにちハーのハーはわやん、こんにちはやん、うん、間違えとおで、ちょっと考えなさい違うバージョン、こんにちは、こんにちはやで、ちょっと考えときなさい、あなたちょっとぐるっと回ってくるからやり直しですこんにちハーゲンダッツ、大丈夫、うん、やって覚えた、嫉妬、日本語嫉妬でって、あ、ここもあれしてるやん、ん、パッチンパッチンパッチン、なんかでも去年こんな見んかったやんな、あった気がするけどね、あ、でもこっち、うん、っ高軍と神崎軍はこういうことをやってるんかな、うん、去年高軍と神崎軍は行ってない、うん、こっちだけをなんか文化なんかな、うん、今年あんな見出したもんな、パッチン、うん、ラミネートはもうパチンでいいですラミネートはん、あれはパチンやん、パチン、ホッチキスはパチンやん、もうこれからラミネートはパッチンでお願いします、神様お願い事しよう、神様にお願い事、パッチン、パッチンにしてください、神様。ラミネート。うんうん。サイト。神様、どうか、ラミネートをパッチンに変えてください。受けたまわったやって。すごいこれ、苔、うん。あ、岩の上に立てたんか。あ、岩はちょっと。ま、上まっすぐに平らにしたんやな、うん、平らにして、あ、違うわ、あの柱立てるとこだけ平らにしたんか、うん、なんかこうつけてる、へえ、あ、お社のところも平らにしたんか、うん、すごいな、テーコンドーな、うん、ようこれつけたな、これこの階段を後付けでようこんなつけたな、どっから持ってきたんやこれ、でもなんかつけた跡が受けたけど、何を、うん、石持ってきて、
山さんに山さんにつけてもらったのこれ、うん、山さん山さんあっかいそれそんなところ置いてあっかいって山さん、ま、山さんそう山さんはあっかいやそんなそれこれ水平ちゃうぞ山さんあっかいやまあちょいちょい山さん登場するんで皆さんよろしくお願いします、うん、山さん架空のおじさん山さん大体でもこういう現場の人なんやろ、うん、そうそうそう山さんは現場の人です、うん、あっかやこんな木の組み方したあっかいやこんなんは100年も使えないあっかいや山さんなんか岩がすごいなここ苔岩あ岩が多いねこれあれやろこれは自然これ自然やろ、うん、自然のところにこうやって本殿を建てるためにこのを生かしてこうやって、うん、本殿を上に建てたなこれ、うん、これをのけるんじゃなくて、うん、姉ちゃん何してんのすごっオオカミ様消えてもうたな。どっかいてもうた。消えたな。うわすごいな。あ、セミ？うん。セミ？久しぶりに聞いた。あ、ほんまやな。うん、まだいた。うん。もうちょっと高いところじゃないとな。ぐらいしか聞こえへんけど。うん。どっか上の方やな。うん、もう。ラストミンミンも終わりです。ラストミンミンもそろそろ終わりです。さよならミンミンです。ラストミンミンはさよならミンミンですよ。さよなら、また会う日まで。うん。何これ？うん？イノシシはでもあれやろ？肉食じゃないからポロポロちゃん。うん。うん。ワンちゃんではないと思うな。何か他の動物やろな。うん。なんかちょっと肉食っぽい。あれやな。あ、考えたって。話してうん？こんにちはハーゲンダッツ怒られたから、次のやつ考えたんやって。はい、どうぞ。何ですか？考えましたって。こんにちわざわざありがとうございますやってこんにちわざわざありがとうございますはい考えました皆さんパチ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 はいいいお勉強になりましたこんにちわざわざありがとうございますどういたしましてはいいい子勉強になったねこんにちはですよこんにちはじゃないよすごいカランカランのつなぎ方がすごいな。うん。ああ、すごい。不思議な神社。不思議？うん、不思議。うわ、手になんか、不思議な神社です。優しい、優しい雰囲気やな。うん、あっち登山コースかな。うん。ここそんな深くないよね。うん。なんかあるんかな。あ、ハエや。ハエさんや。ハエや、ハエ。ハエ。頑張って生きてください。あ、立派な木だ。あ、なんか、何これ。すごいの見つけた。これ見て、なんか お祭りされてますみたいな感じがせんこれ。これすごい愛だからこれ、うん、お祭りされてますねんやでいうすごい。どの角度が伝わるやろうか。
うわぁ、すごい、ここ、神様置いといたろうかな。うん、え、置いと、ん僕の持ち紙置いといてあげようかなって。うん。置いといてあげよう。なんか、お社みたいやん、これ。うん。お社、なんか、なんか、いますんやで、みたいな雰囲気出しとうやん。角度が赤い、これ。赤いか。いや、さ、山さんから言いました、これ角度が赤い、これ。生赤い。神様置いといたろうかな、ここ。うん。僕の神様。何にしようかな。さっき逃げたんが、お祓いの神様が逃げたから、お祓いはおるから、癒しがいいやって。癒しの女神様が欲しいやって。ここ癒しが強いから、やっぱ、何か一つのことに特化 していく存在やん、神様って。うん、なんか、まあ、あれこれあれこれじゃなくて。だから、ちょっとここが癒しが、すごく癒しの空間やから、もっと一つのことを特化していきたいから、癒しの女神様がいいんやって。可愛らしい子がいいんやって。男の子な。あの、神様連中が。神様とかさっき喋っとった木とか、狛犬とか、あの辺が、あんな木とかも、かわいらしい、なんか、なんていうの、エモ系、エモ系の女神様がいいんやって。じゃあ、エモ系の女神様、持ち神さん置いとこうか。いるの？あ、いるよ。エモ系おるよ。走っていった。もうか走っていった。僕の持ち紙。走っていった？うん。まあ、期間限定やけど。期間限定やけど、その期間は、もう本人が決めるわ。よいしょ。まあ、好きなだけおったらええわ。まあ、また、あっちゃ、展開でまた会うんやけどな。うん。あ、そうそうそう。うん、会うけど、ここに出勤してくる？うん。うん。まあ、好きなだけおったらええわ。よいしょ。僕の持ち神、マーガレットちゃんです。マーガレット？うん。癒しの女神様、マーガレットちゃんです。身長は、1メーター10センチぐらい？うん。黒髪のショートヘアです。頭には、お花のかんざしをしてる。かんざしっていうか、本物のお花。を頭に刺してる。おしゃれ。うん。あ、もうなんか、もう他の神様と遊びに行ったわ。どっか行ってもた。はい、今日もまたええことしました。神様のお仕事のお手伝いの空さんはええことしました。お社見たやろ、もうあれ。うん。あの木伸びていくんかな、ずっと。あれな、まだ違う。違う木やな。違う木があそこに、うん、種が飛んできたのかな。あんな大きくなってない、葉っぱ的に。でっかくなっていくんじゃん。こんなんなるんかな。これあれの木、同じ木かな。葉っぱ一緒。うん。でも育っていたあれやな。なんか お互いミシミシミシってなってまうな。うん。で、誰かがまだくくってくれるんですか。ああ、そうや。なんか補強するんやろな。はあ、マーガレットちゃんのことよろしくお願いします。お願いします。好きな食べ物はオムライスです。うん、マーガレットちゃん、あのオーソドックスのやつあるやん、うん、オムライス、うん、あのジュクジュクのやつじゃなくって、あの包んだやつ、包んで、うん、あのケチャップが乗ったやつ、あのデミグラスソースとかじゃなくて、ケチャップのやつが、よろしくお願いします。マーガレットちゃん。
よっしゃ。あ、元気玉やってなかったっけ、ここ。うん、やってない。あ、やってなかったっけ。やってないよ。神様の派遣だけやってた。ああ、できました。よいしょ。はい、じゃあ次の神社行こうか。はい、はい、神様ありがとう。ではではではでございます。